眼科専門医の平松です。今日は緑内障に関する埼玉県富士見野市のすごい取り組みについてお話ししようと思います。埼玉県富士見野市ご存知でしょうか？私埼玉県住んでたことなんで知ってるんですね。でっかいショッピングモールあったりとか、僕の後輩も一人開業してますけどね、富士見野の方でね、埼玉県の、まあ、市の一つですね。富士見野市って言ってまあまあ大きいところです。富士見野市は何をしたか、これがちょっと特徴的なんですね。今日はこれについてちょっとお話ししようと思います。すごくこれ重要なことです。もちろんその一般の方にはそこまでじゃないかもしれないけど、こういう取り組みが増えてくれるとも日本ってもうちょっと医療が良くなるところもあるかなと思うんで、ちょっとご紹介したいと思います。こんな感じで私は新しいニュースとか緑内障、白内障に関する新しい情報とか眼科に関する情報をお届けするので、ご興味ある方はちょっとチャンネル登録していただければと思います。じゃあ富士見野市でやったのは何か。46歳と56歳の人に目の写真の検査を安くできるようにしましょうっていう、それだけって思うかもしれないです。思うかもしれないですけど、ちょっと聞いてください。緑内障って病気があります。もっと言うと、日本人の失明原因第1位が緑内障、これいろんな統計があるので、一つの考え方ですね。2位が、まあ、糖尿病網膜症、まあ、逆転してるかもしれないんですけど、糖尿病網膜症、3つが、網膜色素変性症、4つが黄斑変性症、5本目が病的近視とかって言い方しますね。ちなみに、緑内障、1位の緑内障、これは、すごく悪くなるまで、末期に近くなるまで視力 1.0 出ます。なので、視力がいいから私の目がいいですっていうのは、これ関係ない嘘ですね。なので、視力がいいから大丈夫ですとか、視力検査だけで目の健康って実は測れないんですよ。2位の糖尿病網膜症に関しても、最初のうちは視力全然いいんですよ。糖尿病で出血してても、目の玉が結構血だらけでも視力 1.0 出る人結構たくさんいます。なので、例えば失明原因1位も2位も、視力 1.0 なのに失明にガンガン近づいてしまうことがあるんです。3位の網膜色素変性症も一緒です。網膜色素変性症も中心視野っていう真ん中保たれてる方っていうのは、ほとんど失明する数ヶ月前まで 1.0 出てるって人もいるんです。いるんですね。っていう病気です。4位の黄斑変性症に関しては視力下がること多いですけれども、発症前にこの検査をすると調べることもできます。5位の病的近視に関しても、これもある程度悪くなる前に発見することが、つまり失明原因の1位から5位までって視力だけで調べるのってほぼほぼ難しいんですよ。なのに皆さんって視力しか調べないじゃないですか。目の検査って目大切ですとかってよく言うんですけど、じゃああんた何調べてますかっていうと、いや視力だけですよと、視力私 1.0 出てるからいいんですよとって言って、ほとんど失明に近くて眼科来る人って結構いらっしゃるんですね。眼科の病気ってもちろん視力下がる病気も怖い病気たくさんあります。でも、視力下がると早く来てくれるんで結構早く治ります。いいんです。なんですけども、視力が下がらないうちに悪くなる病気の方がはるかに怖いわけですね。だからこそ今の1位から5位までの失明原因を早期に発見するには何をすればいいか、写真を1枚撮ればいい以上です。そんな簡単なんですよ。これ眼底カメラって言うんですけど、目の写真を撮ってあげるとですね、緑内障になりやすい状態なのか、糖尿病網膜症があるのか、網膜色素変性症があるのか、黄斑変性症がもうすでに出そうなのか出てるのか、で病的近視の傾向があるのか、これ全部分かります。分かっちゃうんです、写真1枚撮るだけで。でそれも毎年撮れとも言わないんですよ、まあ、このぐらい10年に1回5年に1回でもまあまあいいので、撮っておくと分かるんです。なぜ私はこれ強く言ってるかっていうとですね、この検査って昔はですね、基本普通の人間ドックに含まれてたんですよ。でも、あるポイント、まあ、いわゆるメタボ検診が始まってから、これ弾かれました。なくなりました。となると、今まで 98% 以上の人がこの検診受けてたんですけど、今は受けてないんですよ。そのぐらいいいし、別にそれで失明の人いないしって思うかもしれないですけど、すんごい個人的な経験があるんですけども、僕の親ですね、まあ、要はここから外れてですね、簡単に言うと検査受けてなかったんですよ。眼科医の息子なのに、だからそれでいいやとするのもなんなんですけども、で全然検査を受けてなかった。たまたま僕がテレビとかでいろんな話してたりして、そんな目の病気って怖いのあんだ、俺大丈夫なのかなみたいな感じで親言うんですよ。調べてんのって言うと、いや全然調べてないと、視力は 1.0 出てると、いやそういう問題じゃないからということで、眼底カメラの検診を受けてもらいました。受けさせましたというのが正しいね。受けさせました。すると緑内障だったんですね。まあまあ進んでたんですよ。末期には全然いってないですけど、中期に近いぐらいになってるんですよ。いや何やってんのってことじゃないですか。だって眼科医ですの親ですよ。なんでさすがに調べ、まあ僕がね、親ともっとコミュニケーションを取ってればよかったとか、そこもちょっともう正直否定できないんですけども、こういうことあるんですよ。で今回僕の親だったから、僕のテレビを見てて、あ目って怖いんだなってうちの親父は知ったからよかったんですよ。
だから彼は失明を防げている。今目薬でいいです。もう目薬とかちゃんと治療しておけばうちの父親は失明することはないと思います、あの緑内障ではね。なんですけど、もし緑内障でうちの親と同じような状態で眼底カメラが検診項目に入ってないからって言ってずっと受けなかったら本当に失明しちゃうんですよ。失明なんて大したことないと思うかもしれないですけども、高齢になってから失明すると結構大変ですよ。要は本人もそうですし、周りの方もいろんなサポート必要になりますし、食事だって自分で取るの大変ですし、失明しないにしても歩くの大変だったりとか、今まで運転できてたのが運転できなくなるとか、買い物自体自分で行けなくなるとか、いろんな大変なことあるんですよ。だから高齢になるとね、趣味も目なんですよ。趣味目ってどういうことかっていうとですね、テレビ見たり本読んだり新聞見たり、そういうことがメインなんですよ。走り回ったりとかあんまないんですね。うちの父親もそうですけど、走り回ることよりは目使ったり楽しむことが増えてくる。その時まで目をほっとくんですよ皆さん。だからこそ今回の富士見野市のはすごくいいね。なので、まあ、他のとこでもぜひちょっとやってる。じゃあすごい予算かかっちゃうんじゃないのって思うかもしれないじゃないですか。実際富士見野市どんぐらいの予算を計上してるかっていうと336万円です。って思うかもしれないですけど、336万円で済むんですよ。もちろん富士見野市ってそんなね、人口100人とかそんなんじゃないですよ。もう十分な大きい町ですよ。それで336万円の予算でそういうふうに住民の失明を防ぐことができるんであるとお得ですよね、どう考えても。でその人たちが例えばもしかして失明してしまっていろんな仕事ができなかったら納税しているであろうお金とか考えると、336万円ってそれこそね、1人2人でもペイできるんじゃないかっていう感じですよね、うん、と考えるとやっぱりかなり重要になってくるので、写真1枚撮るだけなんですよ、うん、なんですけど目ってあんま重要だと思われてないことが多いんで、まあ、この取り組みは重要です。富士見野市に限らず皆さんも眼底カメラっていうのは絶対1回は受けといた方がいいです。1回は最低でも受けとくと自分がどういう目なのか、視力じゃ絶対わかりませんのでチェックしていただければと思います。